ライプチヒスプリングフェア1958で展示されたピルナ014ピアナ014はドイツ民主共和国のジェットエンジンである。1958年から最初のエンジンの系列が使用され始めた。ドレスデン近郊のピルナターボ機械工場で生産された。このエンジンはユンカースユも012と後継機であるユンカースユも004の直径の後継機である。 このエンジンはドイツで初めて旅客用に設計された。これらの機体はベブフルクツオイベルケドレスデンで開発段階だったバーで152試作機に搭載された。最初の試験飛行は1959年9月11日にイリューシンイル -28R の胴体に検査されて行われた。1961年ソビエトとのつながりによる 政治的な決断により152の計画とすべての開発計画は中止させられた。エンジンは非常用発電機として生産された。配置、V イコール軸流圧縮機の段数、T イコールタービン段数。一般的特性構成要素性能出展。ミューズ、ピルナ014、フラグトリブアーカデア d d r ピルナ014ピルナ 014C ピルナ016。 ピルナ018ピルナ020基地の残存期ピルナ 014A0V-16 は平均的な形式でドレスデン交通博物館の地域交通の展示場にある。ミュンヘンのドイツ博物館の航空宇宙部門では1991年2月1日からピルナ 014A0V-05 カットモデルが見られる。ドレスデン工科大学にあるヘッドナーストラッサ 交通研究所のガーハート・パトホフ・ビルディングでも、同様のカットモデルが保管されている。ミューズ、クラウス、ヘルマン、ピアナ014、フラグトリブアーカ・デア・ディ・ディ・アール、エンビクレオン、アープローブ・ウント・バウ、ホンストロルトリア・ブワーキン・ウント・プリペラーター・ブノン、エイ・ビアティック、バーラグ、ピアニッシモ、159、ISBN9 兆7839億2550万5393、 ありがとうございます。